ただいま問題になっております。NHK による尖閣は中国の領土発言でございますが、それだけではなく、南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、などの発言もしていたことが分かりました。まあ、これらについてお話したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。NHK の方からですね、ちょっとこういう、まあ、今回の件を受けて、こういう対応しますよみたいなね、ものが、まあ、来ましたので、それをお話をしたいと、思います。で、まあ、この件に関してはですね、もうすでに、まあ、NHK のみならずですね、外務省、そして、まあ、警察の方にもですね、あとは総務省か、にもですね、ちょっといくつか質問みたいなのは送っております。質問というかね、まあ提案ですよね。で、これ、その結果もとりあえず、外務省と警察の方からはですね、まあ、返事も来ましたので、それもお話したいと思います。で、まずこちらですね。まあちょっと、まあ、端折って読みますけれど、はい、まあ、NHK の短波ラジオと衛星ラジオの国際放送、ラジオ第2放送で、19日の13時1分から13時15分まで伝えた中国語ニュースの中で、中国籍の40代男性の外部スタッフが、靖国神社で落書きが見つかり、警視庁が器物損壊事件として捜査しているとニュースを伝えた後、沖縄県の尖閣諸島について中国の領土であると述べるなど、現行にはない発言をしました。そして発言内容が、まあ、書いてあります。で、これもね、ちょっと読み上げますね。すいません。ちょっと見えにくかったと思います。チョンギョ島、まあ、釣る魚ということで、まあ、魚釣り島っていうのが日本語名なんですけど、それをね、中国で言うと、それをね、魚と釣るを順番入れ替えておりますので、まあまあ、と、付属の島は古来から中国の領土です。NHK の歴史修正主義とプロフェッショナルではない業務に抗議します。これを中国語で言ったということなんですけれど、次にですね、新たに、まあ、な情報で、英語でですね、南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、彼女は戦時の性奴隷だった731部隊を忘れるなというですね、ことも言っていたということが、分かりました。まあ一応ですね、NHK はですね、NHK 外部スタッフと、業務委託を、契約を結んでいる関連団体を通じて本人に厳重に抗議するとともに21日付で本人との契約を解除しました。今後損害賠償請求を行うとともに刑事告訴の、検討を含め厳正に対処しますということでございます。このね、関連団体っていうのがですね、まあ、昨日の動画で、まあ、お話したんですけど、荒川区議会議員のですね、小坂英二先生が、まあ、調べてくださって、どうやらですね、各主要メディアがですね、まあ、産経もそうですけど、まあ、朝日とかですね、毎日とかが、まあ、出資している会社であるということも、まあ、分かったんです。まあ、だからマスコミがですね、その会社名とか言いたがらないっていうのは、まあ、ちょっと背景としてね、まあ、分かりましたね、ということで、一応ですね、再発防止策というのを、まあ、答えております。言っております。ラジオ国際放送の中国語ニュースについては、20日から事前に収録して放送しています。他の言語についても今月中に事前収録にします。また中国を含め、可能な言語から必要に応じて早期に AI 音声の導入を検討します。今後、副会長をトップとする検討体制を作り、可能な限りの原因究明を行い、関係する役職員の責任を厳しく問うとともに、短期的な対応だけでなく管理体制の強化と中期的な再発防止策を策定し、国際放送に関するガバナンスの強化を行い、国際放送の使命役割を果たし、信頼回復に努めてまいりますということで、この件に関してはですね、NHK の皆さん、国民から払われる受信料とは別にですね、補助金がね、入っているんですよね。まあ、数十億円、40億円ぐらいだったかな。まあ、それなので、まあ、これはですね、受信料払ってない人も怒っていい案件だとは思います。ただ、まあ、私としてはですね、もうこの件に関する皆様ができること、そして皆様にやってほしいことは、受信料を不払いすることということで、まあ我々はですね、これまで散々やってきた、今もやっているところでございます。まあぜひですね、まあ、NHK の受信料を払わない、方法を教えるページとかね、まあ用意しておりますので、そちらを、まあ見ていただければと思いますし、まあ裁判に、もし NHK からね、裁判されたときはですね、まあ我々がですね、そのお金を、まあ払うサポートをするということも、まあやっております。まあこれ、
まあまあ、とりあえずね、そういうことで、まず皆さんにやってほしいのは本当にそれですね。ということで、ちょっと先ほど、中途半端に話してましたけれど、これですね、まあ、外務省、そして、警察からの、まあ、回答ですね。ちょっと質問をもう一度読み上げますね。はい。浜田聡事務所より NHK 外務省警察庁へ送りました。回答が来ましたら公開、します。追加質問内容。当該男性がなぜ原稿を担い、文を読み上げたのか、個人的な政治的信条等の理由か、中国組織等が関連しているのか、組織的な圧力があったのか、背景調査をしてほしいとの有識者の見解があり、対策を講じるためにも、直ちに背景調査を徹底的に行うべきと思いますが、見解を教えてくださいということで。はい。有識者はですね、はい、江崎道夫先生でございます。日本ジャーナルというですね、インターネット番組で、お話しされていたことをですね、参考にさせていただきました。で、警察庁より、お電話で回答がありました。個別事案となるため対応するかしないかも含めて回答することが困難であるが、当該事案は報道などで承知してされているとのことでしたということで、まあ、とりあえずね、私、まあまあ、この対応がに関してはいろいろとね、意見あるかもしれませんが、とりあえずね、警察の方には、まあ、警察の仕事もありますよということをですね、まあ、お伝えしたところで、まあ、そこはね、意識していただいたんじゃないかなと思います。はい。そして、外務省ですね、外務省より回答がありました。本件については、ちょっとまたずれた。はい。このような放送に至った経緯を含め、現在 NHK において調査中であり、その結果も踏まえ、再発防止を徹底すると承知しております。これも踏まえ、本件対応についての詳細は、所管の総務省にお問い合わせいただきたく存じます。その上で政府として、放送における個別の発言内容についてのコメントはしませんが、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかですということで、まあ少しね、少しというかかなり後ろ向きの、まあ、回答でございますが、まあ、とりあえず、はい、そんな感じです。総務省にはね、すでに、まあ、問い合わせしているということで、ございます。いや、しかしな、まあ、ちょっとね、ということで、まあ、皆さんにできること、NHK の受信料ね、まあ、不払いすることでございます。はい。ということで、まあ、引き続きですね、まあ、この件に関しては、まあ、またね、お話しさせていただきたいと思います。で、まあ、ちょっともう一つ皆さんに考えてほしいことがあってですね、今年の、まあ、通常国会、まあ、毎年通常国会ではですね、NHK の予算をですね、まあ、審議する、というのがあります。まあ、これはですね、国会で予算ね、予算とか事業計画はね、通過しないと、まあ、NHK はそのね、予算執行とか、事業計画はできないということになるわけでございます。で、まあ、我々は当然ですね、もう毎回、反対しているんですけれど、まあ、今国会はですね、反対したのが、まあ、NHK 党と令和新選組だけだったんですよね。他の党がですね、軒並み賛成しているんですね。ここ数年ね、維新の会と共産党がずっと反対してたんですけど、もうさす、ね、今回はですね、賛成してたんですよね。なんか、まあまあ、そういう、ね、まあそういう党に投票するということもですね、ちょっと、まあこういう、まあそのね、NHK のまあ予算案にまあ賛成するような党に、ですね、まあ皆さんが投票することもですね、今回の件はですね、まあ背景のまあ要因の一つとも言えますので、その点もね、まあ皆さんにご留意いただければと思います。はい、ということで以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。